はい。おはようございます。おはようございます。スピリチュア今ルテレ日ビ。は南伊豆からのスピリチュアルテレビの聖なる言葉聖でなる言葉のす。時間でございもう一回ます。そうって言おうか。聖どこから言うの？なる言葉。はい。ス少ピしリあチュアる。ルテレビ。相変わらず噛み合っておりませんが。大丈夫。トシアンドナナミです。皆さんいかここがで噛みお合わ過なごくしでてしょうも、か。僕の神とナナミの神が噛み合っています。皆さん本当に、どうしたらいい？2週間前からですね、ちょうど2週間ぐらい前の時には、2週間前は、はい、やった？やってます。あれからですね、前回2週間前の時はですね、今日のこの頃は東京にいる予定にそろそろなってる頃だったんですけれども、本当に今日々いろんなことがですね、一気に変わる状況かなと思っております。自分たちでも思ったことの思ってないようなことがポンと起こって、今は気づけば南伊豆ですね、南伊豆のここは、お友達の、昨日まで違うところにね、そうですね、昨日までは強化合宿今日から所だったんですけど、今日からはここなんて言いましょうか、保養施設のここはですね、強化合宿センター2です。2ですね、はい。マリーさん、すごいよ、はい、2人似てきました。似てきた？似てきましたか？金目鯛は今回はまだいただいてないですけれども、金目鯛の缶詰っていうのがあるんですよね。はい。でここはですね、玄米パン、一言では言えないらしいので、言えないらしいんですけれども、特殊なこだわりのパンを作られておられます。お友達のお友達は皆お友達のお家に出演させていただいています。ことになりました。はい。ずっといます。はい。快適です。はい。で、下田ではないんですね。南伊豆町というところがありますね、はい、下田よりももっと先っていう、西伊豆に近い方です、下田より。で、今、ここの南伊豆に入ってもう4日目、5日目まさに3日目、分からない、分からない。なんか日々なんか目まぐるしくというかね、せっかくこの海に近い南伊豆にいながら、まだ全然海に入ってない、入れない、暇がない。8、9、10とは都内にいたんですけども、横浜の方にいたいですね。で11日からまた南伊豆に戻ってきたんですね、うん、そうですね、またちょっと今日って何日？13日、はい。これからちょっとしばらく南伊豆の方には頻繁に来ることになる予定に、なんかだんだん急激に変化してまいってる感じでございます、はい、また、皆さんには詳細決まりましたならば、はい、お伝えできると思っているんですけども、報告発表させていただき、はい、皆様の温かいご支援とご協力をまた募らせていただきますので、よろしくお願いいたします。で現在はですね、何をしているかと言いますと、本当に強化合宿訓練ということで、はい、毎日見てる人みんな知ってるの、僕たちが音楽やってる。あ、私たちはミュージシャンでございまして、夫婦漫才系ヒーリングミュージシャンという北海道ではそういうタイトルをつけていただくような、はい、ありがたやありがたや。で、南伊豆にはですね、このスピリチュアルテレビでも今オープニングでもかけていただいてた、空の音色 CD のですね、CD をいつも一緒に制作してたりするギタリストのご夫婦が、藤原夫婦
妻がいらっしゃいまして、それもあってご縁もあって南伊豆にいつも引っ越させていただいて、ここに来た時には本当に、いろんな、合宿というか、ね、いろんなこう合宿訓練ですね、スピリチュアルなこともとても藤原夫妻もスピリチュアルのスピリチュアルな方というか、もう突出してるというか、超不思議なお二人でございましてですね、そのお二人のところで合宿で、はい、でしかも、はい、今回はそこにですね、はい、もう一方、はい、この方は西伊豆の方の松崎町にお住まいの、名前言っちゃっていいよね、いいと思います、ね、山本勘太郎さん、太郎さんという、かつてはメジャーでやっておられたミュージシャン、はい、そうですね、なんとジャニーズの人たちの歌唱指導をしていた、そうです、歌唱指導されてて作曲して楽曲提供もしていたというね、その方が井上陽水さんや原田真二さんと同じ事務所におられた方なんですけれども、ちょうどその原田真二さんと同じデビューがほぼ同じぐらいの方が、一緒にコラボレーションするんですけれども、お互いの曲を一曲ずつね、そうですね、一緒にやるんですが、もうコーラスの練習、昨日からもう猛特訓に入ってましたですね、はい、普段自分好きなようにしか歌っていないのでなんか不思議な状態が起こってますね、今ね、人の歌をちゃんと歌うという、はい、そして、今思い出しました、私つい最近なんかバレエの、バレーボールではなくてこっちのアンドトラのバレエです、クラシックバレエ、クラシックバレエの練習なんかも参加させていただいてですね一体何が起こっているのかみたいな状態に今なっています、なんかまあ、はい、いいじゃないの、 C プラス F さんとかありますよね、わかんないですね、そしてですね、まあそうこうしながらもここにいる間には日々、毎日本当に自分たちもこう、まあ、自分たちのいろいろこう、なんて言えばいいですか、何が言いたいのか分からないですよね、いろんな日々の、今なんかすっごい勢いで鈴虫が鳴いて日々の合宿なんでですね、みんなそれぞれいろいろこうシェアしていくことがですね、どんどん変わってきているわけなんですね、自分たちのやりたいことだったり日々のことで、今日はこんなこと、今日はこんな感じっていう感じでこうずっと話をしていくんですけれども、なんと昨日、おとといで、昨日ですね、ちょっとある、まあ、カードではないですけど、ちょっとインスピレーションゲームみたいなもので、トシさんが、私が選んだものっていうのは、私は自分自身が大いなる光であるというような感じのものだったんですね。それをまあ思い出しましょうみたいなんですよね。大いなる光、自分の中の。そしてその藤原さんは、藤原さん、女性の方ですね。どう言えばいいですか。藤原さん、そうそう、の方は、のカードはですね、私は夢に従います。自分の夢に従いますという、まあ、そういうものだった、メッセージ。エレマリアさんのカードでしょ？あれは違いますね。はい、そこは違います。あれはまた違うんですけど。すいません。そして、ギタリストの藤原さんは、私は自分自身を、私は全てを許しますというものを、取られましたね。そして、ここのお隣にいらっしゃいます、トシさんは、信頼します。はい。というものを、みんな、それぞれ4人はアファメーションして、なんか CF 研究所とかいたりとか、はい、牧野さんね、はい、今はいらっしゃらないです、ここから車で 30-40分のところクリスタルやね、はい、今ね熱海の方にもメインを移されましたので、はい、牧野さんは今熱海で、はい、で、トランスパーソナルの、ちょっと
いいんで。後で、はい、見させていただきます。はい、いろいろあるんですよね。あの、伊豆は本当に。伊豆半島の方。伊豆高原はもう、あの、スピリチュアルのメッカって言われててね。はい。いろんな方が住んでおられるし、ホリスティック医学の方もなんか、都市とかを、あ、映像が固まった。びっくりした。本当そんな感じの場所ですね。そして、その4人が、その山本勘太郎さんも迎えて、また、まあ、今ちょっとライブ、今日はライブなので、今日も練習の日ですね。明日はまたライブ。15日、16日。明日はいい波というカフェさんでね。いい波というカフェですね。11日もやりましたけど、はい、弓ヶ浜の近くです。の、あの、おしゃれな可愛らしいカフェで、明日ライブで15、16の午後3時からですね、あの西伊豆の方の道ヶ島というところに加山雄三ミュージアムというのがありまして、そこの真ん前でね、真ん前というかまあその、まあ、駐車場の、ね、オープンステージなんですけど急遽あのそこの場所では初、そう、その加山雄三ミュージアムができて、ずいぶん経ってるんでしょうね。そうですね。音楽イベントなるものをずっとやりたかったけど、うん、なんかできなくて、はい、やっとなんか僕らが始まって以来初の、はいはい、スタートという、どうなるやるかわからない、やってみようやないかというね。の、はい、お役を急にいただきましたみたいな、すごい、あのすごいことだと思います。これはそういうことがよくあります、はい、でそれに向け、はい、それに向けてもあのその勘太郎さんとねご一緒させていただくということ で、 そうで、ま、さらに練習、今日も練習が入っているという、はい、私たちの中 で、 でその15、16がうまくいったら、はい、そのままずっとなんか17、18までやるんじゃないかっていう、はい、ことに、どうかなね、なんかね、まあそんな感じになってますので、皆さん本当に、お盆の14、15、16あたりぐらいからは、あ、17、18あたりはきっと空いてくる？空いてこないのかな？わかんない、よくわかんないですけど、なんか、まあ、今の状況よりは空くでしょうね、はい、宿泊施設もちらほら空くのではないかという予想もありますけどね、はい、うん、ぜひよかったら遊びに来てください、遊びに来てくださいね、はい、はい、そして、まずやらない、やります。今からやろうかなと思いました。うん、では、カード、前半のカード。はい。はい、パリーさんは名乗り上げられましたので、はい、あと4人。はい。あと4名様、前半、先着、はい、セントさん。マリーさん。ちょっと待ってね。はい。マリーさんから。あの、まず締め切ってからやりましょう、はい、いつもね。はい。あの、やりながら、ジュンさん。マリーさん、ジュンさん。あと2人いけますよ。セントさんも入ってね、はいはい。あと2人。アマモンさん。もう1人。プリンさん。はい、締め切り。じゃあ、あとの方はまた後半で。後半で、プリンさんまで。はい、まず、マリーさんからで。はい。はい、今日のマリーさんのカードは慈愛。はい、レイナさん、後半でじゃあ、しますね。カンブンさんも後半でよろしいでしょうか。あとでちょっとまた見ていきます。カナブンさんね。カンブンさんじゃない。カナブンさんです。マリーさん、慈愛。心も体も疲れています。自分でも分かっていながら気づかないふりをして試練に立ち向かおうとしています。もしかしたら今は自ら試練の場に足を向けないようにしてみましょう。もっと自分を大事にしてみてください。今は外に向かって行動を起こすよりも自分の治療器と割り切って回復したと感じるまでゆっくり休みましょう。菩薩様は眠れいい子だね、あなたのためにいつも歌っています。慈愛のカードでした。では次はセントさんですね。6番、セントさんの今日のメッセージカードはセントさんです。
今週セントさんのメッセージカードはセントさんです。セントさんです。宝珠観音、逃げないでください。自分の人生に対して下手な小細工は通用しないときかもしれません。そして今の自分の状況をこれしかないと諦めないでください。悩んだり落ち込んだりすることを恐れずにとことん悩んで自分で自分の答えを出すときかもしれません。自分の足で歩んでいく勇気を持って努力をしていきましょう。努力の花が必ず咲きます。手をかけて磨くことでより一層あなた自身の輝きが増していきます。宝珠観音のカードでした。続いて、じゅんさん。はい、ではじゅんさんの今日の。さっきと同じカードですね。先ほどと同じカードで慈愛のカードが出ましたので、ではじゅんさん、ね、はい、少しゆっくり休みましょうというカードでしたね。今あなたに必要なのは静寂な心地よく安らげる空間でゆっくり休むこと。少し休めばあなた本来の輝きがすぐに舞い戻ります。あなたは人のために未来のためにと大きな志を持って本当によく頑張っています。これまでもその強い精神力で他の人ができないようなことを数多く成し遂げてきたことでしょう。ただ今は周りもあなたの疲れに気づいています。少し休んでほしいと気遣っている人々もいるようです。大事なのはあなたが喜んで輝いていること。あなたの喜びと輝きはあなたが思っている以上に多くの人々の希望になります。菩薩様の手のひらで咲く花のように本来の気品ある美しいあなたの輝きを大切にしましょう。ゆっくり休んでください。慈愛のカードでした。はい。あ、これマリーさん、観音力カードです。ちょっと会話しよう。うん、合わせなくてもいいと思うよ。うん、いろいろ書いてくださってますからね。マリーさんも。あ、ありがとうございます。慈愛です。歌声大好きって書いてくださってます。ありがとうございます。マリさん、これ観音力カードです。こういう、待って、これか、うん、こうやってですね、はい、はい、ということで次はジュンさんのカードで、ジュンさんは今のカードですよね。アマモンさん、アマモンさんですね。そっちにグルってやると聖観音 1、変わりたいと思う気持ちを恐れないでください。思っていることをまずはやってみましょう。変わりたいけれどそのどのように変わっていいかわからない。そんな時は心を柔軟にして人の話やアドバイスに耳を傾けてみましょう。新しく入ってきた情報を取り入れながら一歩ずつ進むことが次のチャンスにつながります。根気よく続けましょう。聖観音のカードでした。はい、続いてプリンさん。プリンさんね、プリンさんの今日のメッセージカードは、カノンさんですね。カノン、自分の中にいろいろな学びや経験を蓄えています。今から新しいものを求めたり学ぶというよりも、はい、自分の中で育ててきたものをさらに大切に育てていきましょう。今までの経験体験を生かして人の幸せを願ってお手伝いができるとき、そして今をうまく生かすためにも次のステージの目標を持って、あなたの真剣さがより物事を順調に運びます。人の幸せを願うときに自らの幸せが止めのなく溢れ出します。カノンさんのカードでした。はい、ありがとうございます。リンさんのカードがカノンちゃん。そうです、リンさんのカードはカノンちゃんでしたね。はい、今日の前半のカードは終わろうと思います。はい、
今日は、でもそれぞれの方に本当に努力する時もあったり、あと休む時もあったり、皆さんみたいに人の意見を少し人の話を聞いてみるといいですねっていうのは、それぞれ自分たちにもその瞬間瞬間にもあることだなとは思うんですけれどもね。暑いですからね、今ね。本当に暑いですね。あ、レナさんはもう行ってらっしゃい、ね。行ってらっしゃいですね。はい。で、そしてプールの涼しい中に入ったりとか、一日でも暑い時と本当に涼しい、こんな時には、非常にこう、急に眠たいとか、はい、急に休みたいとか、そんなことは本当にあると思いますね。私たちは、どちらかというと自分たちの時間を、いわゆる自由業ですよね、その決められた時間の仕事の時以外の時は自分たちで時間を調整しますけれども、その時に本当に眠たいとかですね、急にあのなんかちょっとこう意識がぼーっとするとかですね、まあ、ちょっと頭痛みたいなことがあった時には本当にそこにこう行きたらすら寝ますよね、特にトシさんはね。寝ますよ。寝ますね。本当にひたすら寝れますよね。3日3晩寝たりとかしますね。その間ほとんど何も食べないですね、彼はね。すごいなと思いますね、その、寝れるという感じはですね。レナさん、後半カードやりますから、録画で見てください。くれるって言ってますね、ありがとうございます。みよみよさん、後半カード間に合います。大丈夫です。ズームはすごいんですけど。ね、すごいですね。聞こえてるのかな、はい、よろしいか。何の話を続きをしててもいいですか。どうぞ。何の話をしてたのか忘れちゃうよね。三日三晩寝ますよ、僕は。あ、そうそう、休む話を今してたんですね。はい、で、私は割とそういう意味では、結構ストイックに、休まないで続けて、休む時には割とこう本当に隔離した場所で、休みたくなる時があるみたいで、そういう時には今は、割とやっぱ温泉ですよね。温泉地で、こう、まるまる1日2日、本当にエステ受けたりとか、そんなことで、ただひたすらお風呂に入って、ただひたすらぼーっとして、ただひたすら、でも寝ないんですけどね。よくあの長い時間、お風呂に入れるね。って思うぐらい。入れますね。ああ、大きなセミね。あ、セミっていいかもしれない。そうね。蝶っていうよりもセミかもしれない。モスラかもしれないですね。モスラはパカッと割れて出てきたか。なんか割れそうじゃないですか。3位からね。そうです。で、あと、私は、子供の時には本当に病院に常にお世話になるということが多かったんですけど、今は全くほとんどそういう病院にお世話になることはほとんどなくなったんですが、ただ、あまりにもちょっとストイックになりすぎてる時には、ちょっとこれは本当に休むっていう時には、最近、去年からですけれども、短期の人間ドックというのですかね、どう言えばいいんですか。人間ドックでいいですね。という感じで、こう、名前を付けられてるんですけど、佐賀のですね、八重山クリニックという、ホリスティックのお医者さんいらっしゃるんですけども、ホロトロピック、ね。ホロトロピックですか、ね、そちらの方で、3日間の、人間ドック。検査も含めて、その3日間、滞在して。短期しかないね。まあいいけど。そうなんですか、うん、日帰りな、ああ、
いいですね。その3日間の間というのは、まあ、血液検査とか、そういう方も、もちろんしていただいてるんですけれども、その八重山先生というのは、ちょっと、オリジナルのご自身でのいろいろ、治療器でいいんですよね。治療器とか、検査グッズとか、検査グッズ、ありまして。非常にその3日間は、自分の体調を、自分の、今状態もちゃんとこう見ながら、そして、その八山先生の気候とかですね、そういったこともその3日間の中にはアロマセラピーもありますし、あと鍼灸もありますし、あと、大量のビタミン C の高濃度ビタミン C の、なんていうんですかね、そういったものを取り入れたりだとか、そういった感じの汗をすっごくかいたりとかですね、そういった感じのことをちょっと取り入れられて、非常に3日間すっきりと、お食事ももう完全に、考えて、いろいろ考えられて、食材ももちろん料理方法も考えられた、本当に体に優しい、そういうものをやられてるね。ね、そうですね、完全菜食です、ね。オーガニックだね。はい、オーガニックだったりな。そういった、なんとなく、ビーガンまではいかない。まあ、そうですね。ビーガンまではいかないですけどね。そうですね、お魚とかはありますからね。ビーガンまではいかない。そういうふうなことを、昨年体験して、今はもしかしたらまた今年も同じような1年経った時には行かせて、まあ、いかなとか、まあ、また違う方法。あ、宇治人寝てる今見てる寝てるはい。おかげさまで今寝てるってコメントくれたよったんが、うん、先ほど来お話しさせていただいております。あ、そうです、強化合宿の南伊豆のボスでございます。はい、そしてそのまま何が言いたいかと言いますとそうです、今ここのこの南伊豆に来ますとですね、私非常に実は元気が良くなるんですよね。ピンクだよね、ここやるとね、基本そうなんですね。非常にここの場所に南伊豆にいるとなんかこう日々元気です。おかげさまでみたいな感じで、まあそんなことでなんかこうね。プリンさん。はい。パソコン真っ黒黒スケなの。あらま。あら、そうですか。いろんなことが起きる。はい。でなんかこう自分私が住んでいる岡山の場所っていうのもすごい自分ではヒーリングのスペースっていうか場所だなって、エネルギーの場所だなとは思ってるんですよ。パワースポットですね。で、で、私の自分の感覚では、ずっとどっぷりいると、なかなかあそこに慣れてくるんですよね。ということは、これどうかの聞いたことあるんですけど、本当に休む時っていうのは、ちょっと離れる。だから保養地というのはすごい遠くありますよね。昔から。なんかね、100キロぐらい体をその場所からちょっと離すとなんかエネルギーが変わるらしい。どういうこと？精神その、魂そのままで。ああ、それできる人はいいんですけど、やっぱり肉体を持って、肉体は私たちは。その100キロっていうのは、はい、肉体に持って、自分がずっと生活してる場所です。あ、だからちょっと疲れたな。そうなんで、私たちの場合はちょっとまあ、ただ私はほら、今、まあね、あなたと出会うまでずっと岡山にいたので、そういう意味では、今、本当にいろいろ出ていくことで、で、一つの場所に、でもやっぱりちょっと自分のエネルギー、自分の体がちょっとここにいるときついなという場所ももちろんあったりですね。で、何が言いたい？あ、でも本当に完全に休むときっていうのは、ずっと同じところの場所のエネルギーにいるときには、本当にちょっと離れる、そういうことをしてみるとすごい変わるとかっていうのなんか昔聞いたことがあって、すごくそれはですね、今、ね、小泉さんもね、小泉さんなんて言うの、テディマンネリ化するっていう、展示する、そうですね、なんかそんな感じの刺激というか、そういうエネルギーがまたちょっと変わるというものではやっぱりそういうのはあるんだと思います ね。でも僕らみたいにこう、はい、しょっちゅうこう展示してるとですね、たまには落ち着いた方がいいかなって思う時もある、ね、そうですね、バランスですからね、はい、あくまでも、ね、何
何事もね。あの1日2日でなく、やっぱり例えば伊豆なんかに今回10日間2週間いるようなことだと、これかなり違うなって感じはしますね。で例えば北海道なら北海道行った時には本当にそこで1ヶ月2ヶ月いさせていただくとかなりやっぱり違います。あの本当1週間とか短期間で移動というとちょっと結構ね、なんかこう慌ただしくなり、ぐちゃぐちゃになります。そうですね、そんな感じもありますね。ここはどこ状態になりますかね。朝目が覚めた時、あれ今どこにいたんだっけまあね、でもそれも多分人それぞれで、まあ、私たち割合それに対する 対応がこうねできるタイプ。今日画面がさ、はい、なんかいきなりひっくり返ったりなんか起きてるんだけど、なんだろう、マンネリ化するからこう。ああ、そうなんだ。変わってんだよきっと。テリーがなんかしてんの。わからない。テディだよ。テリーじゃないよ。ああ、テリーは違うかもですね。テディですね。テディさん、はい。そしてですね、何を言うみんなパソコンがおかしいの。カナブンさんもなんか、うん、パソコンだと真っ黒けになるって。ああ、そうなんだ。ああ、スカイプの誤作動ね。はい。ちょっとここ電波があまりよろしくないかもしれないな。かなり、あの、南伊豆でもですね、ちょっと山間部に入ってるっぽくて、はい。ちょっとあの、気温もちょっと低い。ちょ、この気持ち。涼しい。うん、それあと暑いからほら、パソコンとかね、うん、そういったのはあるかも、ね、なんかあるみたいですよね。僕も壊れてるかもしれないですけど、ね、あなたは暑くなかろうが寒かろうが、あのいつでも壊れる。誤作動しますね。誤作動しますよね。どんなところの何かわかんないけど、スイッチが入ると誤作動が、ね。お茶のやつを丁寧に言うと誤作動ですか。そしてですね、今、これ何をこれから私たちがこの南伊豆でやっていくかというのも皆さん本当にまた楽しみの一つ、ぜひ皆さんもいろんな形で関わっていただけるようなものを今考えておりますので、楽しみにしていただいたらいいかなと思いますね。サトル。サトルサド。いいね、それね。あ。何行きますか。何行くの。何行きましょうか。もう喋りはいいの。ずっと喋ってたけど、よたかとしくん寝てるって。あ、寝てるんじゃなくてね。うん、この気が遠くなった。ちょっとごめんなさい、今日ね、朝からね、ちょっと頭痛がしててね、ちょっとあの、気が遠くなってたんです、さっき。だいぶ落ちてたかな。そしてですね、ここの、はい、あの、朝。何ん違う。何ですか。何書いてんの、テディ。何それ。心ないです。新しい、こう、マークじゃないですかね。ね、あの今あの南伊豆にで毎日こうちょっとドライブじゃないですけど、いろんな道をこう行ったりとかですね、いろんなお店、あのすごく素敵なお店にも行ってるんですけれども、ここ火山なんですよね。私改めて火山じゃない、火山の場所なんですよね。火山じゃないね。何ですか。火山じゃない。溶岩が固まったっていう。もうで火山の噴火によって溶岩が固まったとかっていうか、うん、なんかそんなような、ちょっと違うな。ここだけフィリピンプレートなんだよ。伊豆半島だけってね、プレートが違うんだって。だからなんかそうじゃん、フィリピンプレートなんだって。うん、なんかね。これで、あの、なんだよ、なんだよ、地質がちょっと違うのかな。うん、まあ、軽いとかって言ってたね。軽石のような状態の、なんかこう、ものなので、うん、なかなかこう沈んでいかないらしいですよ。おお。フィリピンプレートが、うん、こっち側何プレートだっけ。それは私に聞かれてもわからないですね。ぐーっと入り込んでいくんだけど、うん、ってなんかいろいろね。それで、あの、地震があっても、あんまり揺れない、免震構造になってんだよ、多分。もともと。あ、バナナワニ園、そう、あります。あ、そろそろだって。
し、あれそろそろって。へえ。スラッシュ、新スラッシュってそろそろっていう意味なの？そう。言って意味違う。どこの国の？か、なんか、わからない。あ、固まった。でも、固まってるよ。そろそろ、見かねないとダメなの。バナナバニエンって言ったんだよね、バナナバニエンのこと。バナナバニエンって言っちゃう。だから、そろそろ3日間寝ないとダメなんじゃないってケリーさんが言ってくれてるんだから、別に違ってない。だって3日間寝れないもん。今寝れないんですよ。やることいっぱいあるんです、今。でそういう時には3日間をもう寝たっていうふうにシータでダウンロードするの。やってみますよ。私さっきそう言おうと思ったの。あのお昼寝間違えましたって。あ、そろそろって打とうとしたらそうなっちゃったってこと？なんかもうよくわかんないな。テレビ楽しい、それいい。そういえばさ、うん、本当だったら16、17、はい、まあ、18は東京でというね、シータのね、シータの基礎講座を、テディさんも一緒にやるはずだったんだけど、はい、ちょっと延期をさせていただきました。まあ、そうそう、なんかテディの、はい、仕事が入っちゃってちょうどよかったなんだか、そしてちょっとこの伊豆の件もありましてですね、でもまた近々やらせていただこうと思うんで、はい、そうそう、何を最近の続き、そう、私休むのですね、割とシタやり始めてそこでかなり変えることができ始めた。休憩するのもですね、ちゃんとこう自分の中シッタしながら、いいじゃん、僕は寝たいの、いい髪は、まあ、もちろんいいの、ただ寝れないなと思うとき休みたいけどゆっくりやってみる、今3日間もう僕が寝ましたとかっていうのやってみると、もしかしたらはい、今やってます、そんなこんなで、ちょっと伊豆のことがあって、急遽私たちのちょっと都合で延期させていただいたんですけど、今また東京の方でも何人かの方が基礎講座を受けたいという方が、だんだん出てきておられますので、また、9月とか10月とかに日にち決めてできたらいいなと思ってますので、よかったら皆さんもご参加くださいませ。お隣で例えばトシちゃん、シータで、頭痛解消中か、眠気解消中か、ちょっとそのあたりはわからないんですけれども、状態になっておりますので、私はここで、何を話そうかなと思いましたら、終わりましたか？終わりましたか？よし。いい感じになりましたか？はい。頭痛治りました。はい、ようございました。3日2晩寝た状態。最高最善な状態になりました。何笑ってんの？大丈夫。いや、本当そんな感じなんですね。頭の中で。言葉はシータ。シータ？頭の中でするよりも、結構本当にそれをやってみると、あ、気づいて、あれ、本当にそうだよなっていう状態が起こるのが。皆さんご一緒に。シータ。シータ？じゃあ、後半のカードを。あ、開けられてる。あ、開けられてる。あ、ひっくり返った。ほら、たまにひっくり返る。これ、僕たちだけが見る現象なの？これ。みんな見えてるの？たまに今、ひっくり返りましたよね。わからない。じゃあ、後半カードいきますよ。もう、3人さん名乗っておられるので、あと2人。レイナさん、カナブンさん、ミヨミヨさんは。みんなひっくり返してんだ。おう、じゃあレーナさんのカードからいきましょうか。はい、あと2人名乗り上げれますよ。14番、レーナさんの今日のメッセージカードです。胡蝶の夢、はい、思い通りにならないことを人のせいにしていませんか？気づかずに同じようなことを繰り返しているかもしれません。今動こうとすればするほど傷が深くなるので、一度立ち止まり、なぜ思い通りに行きにくいのか鏡を顧みる時間を持つといいかもしれません。
あなたはとても素敵な楽器です。いい音を奏でるための練習が必要な時かもしれません。美しく心地よい調べは、良い楽器と良い奏者が揃ってこそ。胡蝶の夢でした。はい、七色ピピさん。七色ピピさん。あ、まあまあ、なんだよ。カナブンさん。カナブンさんですね。5番の5番蓮華菩薩、つまずきの度合いを自分で大きくしていませんか。今は人と争う時ではありません。目上の方、または尊敬のできる方の導きを素直に引き入れて、人と協力して積極的に動いてみましょう。心のアンテナを立てて自分の心を奮い立って歩き出しませんか。身近に障害があるかもしれませんが、それを踏み越えていく知恵と勇気を持ち合わせている人です。蓮華菩薩のカードです。みよみよさん、みよみよさん、17番。今日2回目のカードですね。カノンのカードです。まっすぐに天に向かって伸びてきた蓮の花、その花の台座に腰をかけて、カノンちゃんが喜びの金粉をまき散らして、人のように幸せを分け与えています。まさに今のあなたそのものなのでしょう。根を張り、芽を出し、葉を広げ、雨風に耐え、天に向かってまっすぐに茎を伸ばして花を咲かせてきたあなた、よくやってこられました。もうこれからは何かを学ぼうとか吸収しようという時ではなく、これまでに時間をかけて学び習得してきたこと、自然に身についたこと、その経験すべてを世の中に、そして周りの人々に還元していく時になりました。今、次の、あなたは一体どんなあなたになっていたいか、扉の向こうはどんな世界が広がっているといいか、さらになりたいイメージを胸に抱いて、今この時に集中して進んでいきましょう。その調子です。カノンさんのカード。はい。プリンさん、前半の最後の5人目でやったので、あ、また録画見てくださいね。じゃあ、七色ピッピさんですね。はい。普賢菩薩、無欲の勝利です。自分では気づいていないかもしれませんが、あなたの存在そのものに価値があり、あなたには相手を励ます力が備わっています。自分の利より人のことを考えて行動しているあなたには、望まなくても良き結果が後から自分に返ってきます。でもあえて今は自分がやるべきことに集中し、ベストを尽くしてみましょう。あなたがあなたでいることで十分に完璧。あなた自身が価値ある表現者。普賢菩薩です。あとお一人いけるんですけど、名乗り上がっていないので、はい、どうしましょうかね。はい、では、皆さんへのカードを1枚まとこうと思います。はい。じゃあ、どうしたもんですよ。24番、花歌。僕これ好き。はい、トシさんが好きだというカードが来ました。ゴールの場所を確認しないで全力で走ろうとしていませんか。まずは止まって確認しましょう。今の状況で大事なことを決めてしまうと、長い期間後悔する決断をしてしまいそうです。大切なことは急いで決めないように、時には止まるという決断も必要です。また、周りの人への心配りもプラスしてみましょう。そよぐ風は心地よく誰にも喜ばれる、そんな風を選んでいきませんか。風の菩薩様がゆったりとした時を味わいましょうと聞いています。カードを絵の中に、カードの絵を体に吸い込むように眺めてみて、淡い光の中、蓮の花がゆったりと風に舞っている、このゆったりとした風を感じてください。あなたは類まれな行動力の持ち主、情に厚く人望もある人、そして冷静で穏やかな時にはとても優れた判断力を発揮します。
その冷静な判断力と持ち前の行動力が伴った時には、鬼は国に金棒、誰もが目を見張るような素晴らしい展開を起こせる人でもあります。今までを振り返っても、予想以上にうまくいった時は肩の力が抜け、リラックスした時だったのではないですか？そんな落ち着いた状態であなたが決断し、動いていくことが理想なのです。冷静になれば必ず良い結果を出し、行動していける人。風の菩薩様はいつもあなたを見守っています。ラウタでした。いかがですか？じゃんじゃーん。今、トシさんのカードだったのよ。ありがとうございます。いかがでしたか？鼻歌をもう聞いてもイライラしないですか？何言ってんだかわかんない。私は、ね、鼻歌がすごい多いらしい。あのね。はい。皆さんね。いつも歌っていうのは、ね。の程度でしょ。七井さんの場合は、って感じで、ほとんど24時間365日、鼻歌状態なんですよ。ルナイドピッピさんが、母が、私が小さい頃、草場さんのような観音様の絵を描いていました。ここで初めて見て嬉しくなっちゃいました。ありがとうございます。母や誕生日に草場さんのカードをプレゼントします。ね、いいですね。ね、読みをそのまま書いてくれる。素敵なカードありがとうございました。カノンちゃんですね。はい。はい、そうですね。割と、リジェン。もういい。私が、こう、次の言葉を、言わなくても見るようにするならもうやめてため息だからやめてください。もういいから。私はさだまさしさんはダメなんだって。僕大好きだもん。俺別に嫌いとか言ってない。ダメなんです。ダメなんです。私はダメ。加山雄三ミュージアムだよ。さだまさしさんと何の関係があるんですか？全然関係ない。はい、はい。ああ、前田初めて知ったね。何がですか？松山千春さんってさだまさしさん大嫌いなんだってね。はい。みんな知ってることなのかな。多分そうだよね。まあいいや、ね、そんなこと。あんまりね、どうでもいいって。そう、ダメとかね言ってるとですね。あなたダメって言ったんだよ。ですからね、ダメとか言ってるとですね、妙にそれを反対に引き寄せるという逆バージョンがあるので、いいね、引き寄せて引き寄せて。だからね、なんかね、私にすごく、そのためにやってくれてんの。いや、わかんないから、あんまり、あの、引き寄せ力が強いときはですね、どちらも引き寄せますからね、皆さんね。笹中さんと松山千春さんの声が似てる、はい、似てるな、だからかな。なぜかと言いますとですね、恋に揺れる、ね、否定する言葉ということが、ね、理解できないんですね。そういう、なんて、潜在意識君は、うん、否定系はないのね。ないんですよ。ですから、先にポッと出た。ですから、さだまさしさんって言ったら、それがダメ、いいではなく、さだまさしさんがこう入るわけですね。緊張しないようにって言うと、緊張をこう認知してしまうので、そうなんです、緊張しちゃうんですよ。そう、ということだと、緊張を蚊取り線香にしとけばいいんだよ。そうですよね。緊張蚊取り線香にしちゃうと、別に何も緊張蚊取り線香だななんですけども、うん、はい。ですから、自分がもし、本当にそういうことを言って、ですから、私の場合はもしかしたら、さだまさしさんも本当に、いいです。わかんない、もういいよって感じなんですよ、今。テリーさん、声が似ているからじゃないかなって、松山さんと佐田正さんがってこと？言ってた、俺言ったんじゃない。聞いてなかった。ですからですね、本当に、自分自身が、本当、そういうことを考えていると、みんなそれぞれ、
本当に自分にいつも思ってることっていうのがそこで現象としては常に本当に 100% 完璧に自分が全部引き寄せてるというか全部自分の中にある何かが表現されてあるんですよね。引き寄せという言葉は私は多分あまりそういう意味でも好きではないんです。今使ってますからそれはそれで好きであろうがなかろうがその言葉としてなんか起こるわけですよね。本当にね言ってて面白すぎなんだもん。緊張か取り線香が入ると周りの顔が落ちる。あ、どう出ますか。あのですね、それがですね、テキさんね、私自分がそこで自分は蚊だったということもね、あるんですよ。この人蚊なんだよ。蚊取り線香の蚊でネズミだよね。蚊でネズミだったりするんだよね。まあそういうことじゃないと思うけどね。あの刺激的、刺激の強い匂いとか煙ダメよね。基本。だってさ、一時あのうちの久米南町の家ネズミでも大変だった時にあのネズミが嫌がる匂いを発する何かがあるんですよ。そういうものを売っててそれを天井裏に置いといたらそれでもう奈美ちゃんがなんか変なんか変なんか匂うとかって全然匂わないっていうのにさネズミだよ。でだんだんですねそういったことはですね何かのどこかにそういうものが入っているのでそこをどんどん変えていくと気づけばだんだん気にならなくなったりですね。そのエリアがどんどんこう本当じゃあ気にならないようにしてあの気にならないというか、そこを意識しなくなるときは何かのスイッチが違うところが入り出すと変わってきたりとかしますよね。そういうこれはあると思うんですよね、ですから、本当にどれだけ、それこそ自分の、そこは何かわからないですね。許しだったりとか、何かの、わからない。それ信頼ですとかね。何か、そういったものの深い、何かどっかのものが、ポンとこう、そこが外れて、そのチャンネルが変わると、急に、それこそその緊張、蚊取り線香も何も自分にとっては、何もならない状態にこうなっていくとかですね。ちょっとこう変わってくるっていうのをね、今体験させていただいてますね。それでそうしますと、例えば日に場合は本当に日に当たったりとかですね、食べるものでもですね、本当に選んで、この食べ物でしか食べれない状態も実は経験もしてるんですけども、今おかげさまで、そんなことがどんどん、フラットになっていく感じですね。フラットでいいですかね。フラット。あ、すごいですね。その、なんか、フラットでそっちじゃなくてですね。なんか、ふーっとこう、すべてこう、波が。わかるわ。そんな感じ。そういうことですね。はい、そんな感じですね。はい。はい。いかがでしょう。あー、はい、海に来て。行くか。すっごい人だよ。ね。あんなすごい人の弓ヶ浜は僕は初めて見ました。見たのはありますね。この時期にね、大概でもな、去年もお盆いなかったね、うん、地元にね、はい。去年ぐらいからいないんだ。一昨年まではお盆は必ず久米南町にいたんです。いろいろお祭りがあったりするのでね。去年どこにいたんだっけ？忘れました。忘れたね。はい、そして、今、具体で思いつきました。Oh, that's a good idea! お塩風呂に入るに行くっていうのはどうですか？朝風呂、港湯さんで。そしたら。やってんのかな？港湯さんの情報は多分そのうちに出てくるんじゃないですかね。はい、どこか南伊豆や西伊豆海が素晴らしいですよ。そうです、本当に素晴らしいですね。それでね、なんだっけ、なんていうとこだっけ、南伊豆でも渡し船で行かなきゃいけないところに、はい、もうじゃじゃん水族館って言われてるぐらいのじゃじゃこれに乗ってるこれテレビでやっちゃった日にはもう大変なことにもなってるみたいよ。どっかにあったんじゃないですか。渡し船で渡れる人数が限られているのでじゃじゃん何組待ちかになってる。なんか日本語じゃないような、はい、この中には書いてなかった。ミンダナオ島みたいな。ナナドピッピさん、南伊豆来なさーい。テディも来なさーい。ジオパーク。19日までいるよ。ジオパークというね。名前が。お泊まりの場所は何とか確保しますよ。出てないの？ここの中に出てない。ジオ島は出てるけどね。
まあとにかくね、はい、南伊豆ってあそうそうそう出たさすがに出たん中津の霧蔵様、はい、でその伊豆霧蔵だよ霧蔵そして、ね、皆さん今ね、ちょっと今、いいこと思い出した。あの、伊豆のですね、そういう景色の写真を、フィジーという、あの、フージーがですね、伊豆系という、多分ここでフィジーが出せば、そのところに行けます。寄ったんだよ、寄ったん、はい、わかります。寄ったんが多分出してもらったら、ホームページを出したら、そこで素晴らしい伊豆系の、写真が見れますので、ぜひ、フージーっていうのはですね、あ、まあ言って、先ほど、はい。ギタリストですね。はい、2枠のギタリストで、卓球大好きなおっさんです。おっさんじゃない。おっさんとか言っていけません。そんなことではないです。俺もおっさんだけどね。はい。おっさん。で、ますます親父バンドになってるよ。そういえば。これで、フージー、小僕でしょ。勘太郎さんでしょ。私、親父。完全に親父バンドだよ。私、親父じゃないの。そしてですね、あの、早く、よったんは、そこに、あの、伊豆系を、こう、ホームページを、アドレスを入れてくださいって感じに、今、皆さん、ぜひ、伊豆系で検索してもいいと思います、ね。ないのかな？伊豆系？で、その映像の前で、藤原氏、フージーで検索したら出るんじゃないの？出ないのかな？あの、本当にですね、素敵なですね、その、伊豆系の。まあいいや、まあとにかくね、あの、南伊豆、皆さん来てください。来てください。来てくださいよ、ほんと。来てくださいよ。あの、あ、なんかやりますよ、そのうち僕らも。合宿とか。あ、みんなでやりましょう。合宿ワーク。ワークワーク。させてよ、ワクワクさせてよ。今日は南伊豆から南伊豆の調子出ちゃったね。あの調子出たところでそろそろ終わりかなという感じの時間になってきます。あ、出てきました伊豆系。あ、出た。皆さんこれちょっとおすすめですよ。はい、ぜひ YouTube でですね。はい、なるほど。ホームページのアドレスではなかったですね。はい、でも YouTube に出てますから。はい、IZUKEI の IZUKE ですね。素敵ですよ。素敵ですよ。このとにかくね、はい、この、なんだろう、まあ、南伊豆もなんですけど、この伊豆半、特に伊豆南部、なんだ、あそこ。なんだ河津桜2月の桜 で、ね、河津からずっとこの下に降りてきて下田南伊豆で西伊豆ねこの辺りはトゥバラティのでねちょっと今、ね、楽しい計画をしてますから、皆さん楽しみに。まだ言わない。内緒。まあ、とにかく、あの、僕らの、あの、まあ、僕ら、今、岡山に住所はありますけど、まあ、いろんなところに拠点を持ち始めてましてね。おかげさまで。まずは、愛知県一宮、名古屋近郊、はい。まあ、うちの実家がありますからね。まあ、実家近くにもあれなんですけど。それでもって、この南伊豆。はい。そして、最近、網、ま、走、あ。ああ、網走にも、はい。で、帯広にあるでしょ。そうです、ね。で、札幌にあるでしょ。あと、で九州。長崎。九州は宮崎がありますね。はい。これがね、嬉しいわ。はい。拠点にして、ここっていう人いたら、あの、名乗り上げていただければ、あの下見に行きますよ。まずは、そうですね。ご縁の場所が、まずは、あの、ゆっくり考えます。いいよ。ここ拠点にして、ね。はい。まずは下見に行かせていただきます。下見に行きます。はい。あ、もう見たの？ナナメピーピーさん。絶対おいでませ。はい。はい、ということで今日は8時36分になりましたので、はい、南伊豆のお話をさせていただきました。終わりがけになって、ちょっと電波状態がよろしくなくて、あの真っ黒けになったり逆さまになったりしたらしいですが、そんなこともこんなことも含めて。
これから湯の花に行って、湯の花で、あ、今日お買い物しなくてもよくなったじゃん、パンが手に入ったから、今から。手に入ったっていうか、朝ごはん作ってくださったから、美味しいパン、玄米パンの、なんか、ベーグル。強化合宿センター2でも、朝ごはんが提供されて、もれなくついてきている、すごい状態になってきました、ね。しました。ありがたいことでございます。でも、港の後にちょっと行くもありだよね。夜行く、うん、でも夜多分時間ないよね。夜は無理だよ。時間がないよ、ね。ライフセーバーあの辺だし、海ヶ浜にいる人たちみんな来るよね。ずーっと押し寄せてんじゃないかい。だから、午前中結構穴場でしょ。ああ、いいね。ね。ちょっと海ヶ浜付近もちょっと。多分行かない方がいい。手前に置いて俺歩いてる。まあいいや。いや、でもね、出かけられないんだよ。あれ？まあいいや。入れる事情がありますけどもね。はい。ということで、今日もありがとうございました。また。ではまた再来週お会いしたいと思います。はい。星&ななみの聖なる降板。本日もありがとうございました。セントさん、アマモンさん、ありがとうございます。ジュンさん、ありがとうございました。手だけアセンション。ほら。ナナロピピさんもありがとうございました。さようなら。さようなら。良い日にしてください。わあ、でも。バシッ。テディさん、どうもありがとうございました。もう来ますよ。